くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん見てるくるぶしです。そうです。オッケー、いいですね、切れ味がいい。やっていこう今日も。はい、今日はですね、先日6月9日、に行われた、チョモちゃんのイベントなんですけども、我々が中原くんの崇拝するくるチョモチャンネルでございます。やばい先輩です。まあ一緒にやった中原君、中原くん、様をですね、のね、曲を、ちょっと一曲カバーしようかなと。だからギター持ってるのね。言っとる前めっちゃ練習して。彼の曲の中でもクリちゃんが大好きな曲があってね、そうなんですよ、めちゃくちゃ好きな曲があって、まあみんなにも聴いてほしいし、あの中原にもね、感謝の意味を込めて、二人で歌っていこうかな。なるほど、その曲が悩みという悩み、あと哲学的なタイトルなんですね。ねえ、本当にね、まあ、とりあえず一回やってみましょうか。はい、やっていきましょう。はい、初めて行った友達の家で、うんこができない、めっちゃ言うた。まあ、ということですね、はい、我々がね、その悩みをやるということで、15秒ぐらいで終わっちゃう曲なので、せっかくなので、じゃあちょっと2人の悩みとかを、ちょっといろいろやりながら、じゃあ、曲にしていきましょうか。はい。何に悩んでんの？何悩んでるやろね。悩みがないのが悩みです。悩みねえな。じゃあもういきなり歌にしていこうか、じゃあ。あ、なるほど。はい、じゃあまずは、僕の悩みからいきたいと思います。なるほど、いきましょう。はい、おならをするとき力んでするとすこし尿が出る。歳やね。そうね。こんな感じで悩みどんどんいきましょう。悩み、そうね。これ永遠にできそうだな。いや、できるね。全然できるよ。じゃあ、チョモちゃん、なんかあります？じゃあ、俺もいきますね。はい。おならをするとき、少し力むと、うんこができない。どういうことですか？うんこが出ちゃうのかと思ったんですよ。うんこが出ちゃったらもうそれ年やね。やばい、悩みでも何でもないな。初めて会う今日の友達にえぐいしもネタ言う。言っちゃう。えぐい下ネタかましちゃう。悩みでも何でもなくなってきたな。替え歌メドレーどんどんいこう。チョモの車の後ろの窓に鳥のうんこついてる。すごいのついてるから。やばい、楽しくなってきちゃった。あ、じゃあ、もう一個。オッケー。大事なライブの直前になるとチンゲを切りたくなる。はい。無限に出てくる。すごいな。
胸が挟まって直してると、チンコいじるなって怒られる。怒られたことあるんです。バイト中。チンコいじんだって。チンコいじんだっつって。初めまして。入れ汁がいっぱい出てましたよ。豚骨スープだバカ野郎が。ほんまもう笑ってんの中原くんだけ。あ、笑っちゃいけないのか。絶対笑わないでください。いいよ笑ってもいいのよ。あ、そうなんだ。うん、ちょっとだけやってもらってからの本編に、はい、あるということですね。そうですね、まあ、お客さんを温めて盛大に温めていきましょ う, う、ね、で中原くんってほんまにええ子やんか。うん、すごいええ子やん。でもやっぱりその中原くんが、はい、個人でやってる配信とかを除くと、はいはいはい、やっぱメス舞台の物言いはもうこの角度ですよね。ああそうだ、お前らのせいだみたいな。お前らがちゃんとしないから俺が伸びないみたいな。よく配信出てますけど大好き。俺らに対してはもうね、腰が12度ぐらいしかないぐらい本当に低くて。分からん。どういう意味？腰が12度、もう本当に12度ぐらいしかないぐらい本当に腰が低いんですよ。もうこの話やめようか。罪悪も入れたことないのに、痛いのは苦手なはずなのに、僕らは知らないことをいつからか遠ざけてた。アンナルに入れたゲネ枕、痛みの先に新世界動き始める。僕らの前立腺、もっともっと深いところへ。
どうもありがとう。ありがとうございます。最後まで最後まで楽しんでいきましょう。もう大事なことで噛むぐらいやったらおしゃべりやめてしまった。早く閉めて。